立ち食い島の里は、兵庫県丹波笹山市今、マン、田町上立ち食いにある、日本六雇用の一つ、丹波立ち食い焼きをテーマとする総合文化レクリエーション、施設。正式名称は、丹波伝統工芸公園、立ち食い島の里。陶磁器専門美術館、ギャラリー、陶芸教室、登り窯とレストランなどを備え、丹波立ち食い焼きの伝統文化の継承と創造。 発展のための活動を行っている。施設は国造山の麓兵庫県丹波笹山市今万、田町植田地区井に立地し、そこからは伝統的な上り釜が点在する丹波地区焼の産地を一望できる。一帯は、清水東古湖地区井県立自然公園に含まれ、関西自然に親しむ風景百選の第39番。 上り釜の煙が立ち上る六個用の里にも選定されている。毎年、焼き物の里の秋のビッグイベントとして、陶器祭りが開催されるが、2019年10月19日から20日、第42回、丹波焼陶器祭りが開催された。釜本路地歩きも楽しめる。今田頂上立ち食いは、500メートル前後の緑豊かな、 里山に囲まれた南北に細長い谷筋に位置する山あいの集落で県道292号が南北に走り道路に沿う形で4と谷川が流れている。4と谷川は北方向にある白髭学の麓今田町4と源流として今田町上立区から約 3km 南方向の今田町かまで登場側に合流、小野市で一級河川の加古川に合流する。 集落家屋は西側山裾に集中しており、丹波田地区焼きの窯本は、この山裾の傾斜地を生かして、上り釜を設置している。施設は東側に位置する国蔵山のふもとにあり、標高は215メートル。神戸市内から車で約50キロメートル、大阪市内からだと約60キロメートルのところに位置している。丹波焼きは瀬戸、床滑、しがらぎ、 美禅、越禅と共に、日本六古洋の一つで、発祥は、平安時代末期から鎌倉時代の初めとされる。桃山時代までは、穴用が使用されていたが、1611年頃朝鮮式半地上の,の、上り釜が導入され、蹴りろくろと共に、今日まで伝統技術を継承している。ありがとうございます。